生まれる。昔は20代で出産するのが当たり前だった。でも今は30代、そして40代で子供を産む人が増えている。そして私の母、林大子は51歳。ある日、母が私に言った。お母さんね、妊娠したの。ところが、それが分かった時には、もうお父さんはこの世にいなかった。脳梗塞であっけなくね。しかもお母さんは高血圧。出産を考えると母体にまでかなりのリスクを伴う。辛いところですよ ね。また旦那さんが死んだ直後にそれが判明するっていうのが、もしかしたら生まれ変わりかもしれないとか思ってしまいますし、すぐに降ろそうっていう考えには結びつかないですよね。だから林大子51歳も思い直した。ちなみに高年齢出産ということに関しては、公式サイトの相談コーナーで、一般的に出産というのは何歳まで可能なのでしょうか。排卵があるうちなら妊娠出産は可能です。個人差がありますが、一般的に45歳から55歳の間で閉経します。閉経の少し前に排卵はしなくなるので、40代後半までなら妊娠出産が可能と言えるでしょう。45歳を超えると稀であり、やはり難しいと言わざるを得ません。ところで、ヒロイン林田真奈美を演じる堀北真希自身は公式サイトのインタビューで、高年齢出産がそんなにリスクのある出産だということを知らなかったので、お母さんが何歳であろうと子供ができたら嬉しい出来事なのかなと思っていました。今回台本を読んで嬉しいだけではなく、高年齢出産ということには新しい命と一緒に危険も伴ってくるんだということを知りました。やはり私自身も命の大事さを改めて考えていきたいし、見てくださっている方にもいろいろと感じながら見ていただけるようにしていきたいなと思っています。まあね、三宅裕司演じるお父さん、自分のやりたいことが見つかる人生が一番だっていうのが心情で、4人の子供たちにもそう諭してきたわけですよね。でも今のところ長女を除いて他の子供たちは家族にも言えない悩みや問題を抱えていそうで、大倉忠義演じる長男の太一の元には、俺はお前の親父だと名乗る男が突然現れ、言う通りに戸籍を調べてみると特別養子縁組。続いて次男の浩二は幼い頃小児白血病を患い、母親から骨髄移植をしてもらったっていう話、あれもどうも嘘じゃなさそうだし、しかもまた手にあざができてるってことはまさかの再発。そして末っ子の次女美子もですね、学業優秀ではあるんですが、なんとなく学校でいじめを受けているような感じ。ただお母さんの高齢出産に対してみんながこう応援していくっていう物語なのかなと思ったら、ここに問題を抱えていて、またその彼らの成長の物語でもあるっていうのが分かって、これからさらに見たいっていう気持ちになりましたね。それにしても鈴木治の脚本、数々のヒットバラエティ番組を手掛ける放送作家の作品という先入観から、多少なりともコメディ要素を盛り込んでくると思っていたんですが、意外にも本当になかったですよ ね。そんな中で心にジーンと響いたシーン、林田夫妻が二人で手を重ねてありがとうって言いながら結婚指輪をカンカンと鳴らす。あれはかなりリアリティがありましたよ ね。というのも、実は鈴木治自身のオフィシャルブログでこんな舞台裏が明かされているんですよね。生まれたわけ。このドラマの話のそもそものきっかけは、2008年に妻の赤ちゃんが残念なことになってしまったことがあります。その時、まさか自分たち夫婦の赤ちゃんがと思ってました。それから赤ちゃんのできることの難しさ、赤ちゃんができること自体が本当に奇跡なんだなと思い始めました。それと同じくして周りで高齢出産で子供を産んだ人や不妊治療で悩んでる人がいて、そんな話を聞いていくうちに子供ができるって本当にすごいことなんだなと思いました。僕は普段バラエティをやっています。正直ぶっちゃけ忙しいです。その状況でドラマを書くこと自体がかなり無茶だと思ってます。だけど今回このドラマを書かせてもらうことになった。何のために書いてるかと聞かれたら、本音の部分で妻のために書いてる自分がいます。だから一話の中で夫婦の指輪の話があるのですが、あれは本当に僕ら夫婦がやっていることだったりします。10話を通して妻が一番喜んでくれたらいいなと思って書いています。そういう相手が僕の人生の中でできたこと自体が最上の喜び、ラッキーです。僕は
皆さんがこのドラマを見てどう思うか分かりませんが、始めたからには生まれるってどんなことなのか突き詰めて書いてみたいと思います。なるほどね。ところでそんな生まれるのサポーターになっていただいてますアパマンショップネットワークレンタルハウス株式会社の方にお話を伺ってまいりました。アパマンショップネットワークレンタルハウス株式会社上田くんなんですが、はい、生まれる、はい、なかなかインパクトのあるドラマでしたね。インパクトがありリアルがありましたよね。もう、はい、まあ、何がリアルかと言いましたらですね、あの妊娠検査薬をですね他のものと紛らわせて買うことによって、あのなんていうんですかね、そこに注意を注がれないような買い方をすると恥ずかしながら私も過去に経験がございましたんで、レンタルビデオなんかですか。そうですそうですそうです、セクシーな感じのねまあ高年齢出産がテーマということで、はい、これからどのようになっていくか本当に興味深いところなんですが、はい、そうですよね。まあ新年度になってですね、はい、お部屋探しの方の状況っていうのは、はい、やはり何か変化出てきてますか。そうですね、やはりなんですけども、うん、震災の影響で、はい、探される方 の、うん、まあ、その基準っていうものが耐震に対して強度の度合いとかですね、うん、はいはい、その辺を意識して探される方が増えてきましたね。あ、はい、で具体的にはどうなんですか。そうですね、まずは建物の基本構造、うん、まあ、あの木造、はい、これよりもまあ強度が強いのが、はい、軽量鉄骨造、はいはいはい、でその次がですね、はい、鉄骨造と、はいはい、で鉄筋コンクリート、はい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 、さらにまあ分譲とかになってくるとですね、鉄骨鉄筋コンクリートと、ほうほうほう、はい、まあ、分譲もですね分譲賃貸というものもありますので、はいはいはい、あのこういった構造にまあ巡り合う時もあるかと思いますので、まあ、一応こういうのを覚えていただいた方がいいんではないかなと。より安全ということでいくと、はい、鉄筋コンクリートあたりとか、はいはいはい、この辺でいくとまあ無難かなと思いますけども、一つ、注意していただきたいのはですね、はい、昭和56年にですね、建築基準法が改正されまして、はいはいはい、それよりも前に建てられた建物というのがですね、これがまた鉄筋コンクリートであったとしてもですね、はい、不安な要素はあるかなっていう部分は正直なところございます。はい、いわゆるマンションっていうことであれば、はい、イコール鉄筋コンクリートって思っても大丈夫なんですかね。いや、それはもう大きな間違いですね。まあ、あの鉄骨造の建物でも、まあ、マンションと呼ばれるものもありますね、はい、ですから情報をちゃんとしっかりインターネットでも見ていただく、はい、あるいはまたお店に来ていただいて、ちゃんとその辺はしっかり確認はしていただきたいですね。あ、はい、わかりました。それではですね、はい、ドラマ生まれるの方のですね応援もこれからしっかりとよろしくお願いいたしますね。はい、はい。